皆さんこんにちは、アンソロの平井です。今回はこんな感じのポニーテールのヘアアレンジをご紹介していきます。こちらのように中に針金の入った紐を使っていきます。まずは半分に折って紐の真ん中をゴムに合わせたら紙に巻きつけていきます。巻きつけていく間隔は均一ではなくていいので、少し広めにしたり狭めたり、均等にならないようにしていただければいいと思います。毛先の方まで巻けたら先端をねじって留めます。中に針金が入っているのでこのように曲げることができます。曲げていくときは S 字になるように曲げてください。カーブしたところを少し引き出してほぐしていきます。あまり引き出しすぎるとやぼったくなるので少しずつ引き出すようにしてください。あとはバランスを見ながら足らないところを引き出せばスタイルの完成です。アンソロでは髪の毛のお悩みにお答えしています。何かお困りのことがありましたらコメント欄にご質問ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。